お疲れ様です。3月27日水曜日朝6時の相場解説になります。まあ今日はね、シンプルにレンジ戦略継続ですよ。月曜日から始まって月火水というふうにね、同じ水準でレンジ戦略を用いてきてるわけですけども、今日も変わりはありません。で、レンジ戦略の中ですごく大事なことは、まずはね、上程と下程をきっちり決めることと、それからエントリーのタイミングですよね。基本的には上程下程の近所でね、セルを入れる、バイを入れる。これはもう図で何度も指し示したことなんで、もう迷いはないと思いますけども、私がね、レンジを指し示す、このポイントっていうのがありますけども、それとは別に、ご自身でも設定してもらいたいんですよ。じゃないと私のその相場解説がなければ、レンジ設定すらできないってことになっちゃいますからね。この FX のテクニカル攻略の中で、テクニカル戦術のうちにですね、重要なのは自分でできることですから。で、それは難しいことではないんですよ。基礎用語をしっかりと積み上げていく。そしてテクニカルを学んでいく。あとは現場でこうやってデモトレードでも何でもいいんで、実際に動いているチャートにそれを貼り合わせていくって作業ですからね。だから機械的な作業で、勝ち越すことは誰でもが可能なんですよ。で、誰でもできるのに、できていない人がもしいるとしたら、基礎用語がまだ足りないのかね。それともテクニカル理論がまだちょっと入ってないのかってことなんで、同じところを再度再度繰り返して学んでいければと思います。あとは現場でどのぐらいの想定外を引き受けることができるかってことになります。それを私は6対4というふうにいつも言うわけですよね。どんだけ緻密に組み上げても、相場の全てが把握できるわけではありませんし、テクニカルで全てが攻略できるわけではないんですよ。でも、勝率を上げていくことはできるでしょ。で、その勝率も別に9割じゃなくていいんですよ。ブックメーカーじゃないんで。6割勝てれば十分です。4割負けても6割勝てれば、その差額の2割で勝ち越せるわけですから。それで自分の生活費ぐらいは稼いでいきますから。もちろん、どのぐらいのロットを詰め込むかっていうのはね、資産の量にも影響ありますけどね。はい。それで今日はレンジ攻略なんですけども、日足を見ている限りは、まあ昨日と同じですんで、価格帯ね、同じように設定していただければいいんじゃないかなと思います。大きな違いはないと思いますよ。で、4時間の足を見ていますと、上昇トレンド中ではあるんですけども、その上昇トレンドがいささか頭打ちになってるねってところなんですよ。ですんで、上がるにしても、こっから20ピップスぐらいは上昇の伸びしろあるんだけども、そっから上の方に抜けていくってことは、今のところね、全然経験がないっていうところなんで、まあ、いかないでしょうと。他の投資家さんも、こっから上に抜けていくときっていうのは、強いブレーキを意識するのか、それとも、急速に引き戻されて、結局は含み損も一時のことで、セルで持っていた方が含み益に近くなるよっていうふうにね、戦略を立ててるかですよね。はい。それで介入の危機ってのはちょっとなさそうですね。何のニュースもないですからね。まあ、大抵は口先介入があって、マーケット全体がその予告をする、受け取るみたいな状態があるんですけどもね、今のところそれはないですね。はい。じゃあ1時間の方に振り返っていきます。FX オリガルヒの方は、この放送をもってですね、あとはまとめの動画になりますけども、まあ、レンジ戦略ですからね、そんなに細かい指示がいるとは思いませんので、何かね、重大なファンダメンタルが入ったりとか、要人発言とかがあった場合は、緊急動画をやると思いますけども、そうじゃない限りは、今日も、こちらの方でね、まさに今、セルを組めば、ちょうどレンジオプションで、理にかなったエントリーができると思うんですよ。そのように考えていけばいいんじゃないですか。まあ、以上。ですね。速稼塾限定動画をご覧の皆様は、もう、そうですね、そんなに変わんないですね、今回はね、FX オリガルヒの方と。はい、今週はね、比較的稼ぎやすいです。先週が5つ星だとしたら、今週は3つ星か、まあ、2つ星くらいでしょうね。まあ、こういった時にしっかりと利益を積み上げれるようになっていただきたいかなっていうところと、利益を積み上げられなくても、技術は手に入るような1週間になりますんでね、しっかりと認識していただいて、トライしていただいて、進化を遂げていただきたいかなというところですね。はい、それではテクニカル継続レンジオプションでいってらっしゃい。